東日本大震災で被害を受けた東北地方の農業復興を支援する取り組みとして6年前から炊飯器事業に参入したアイリスオーヤマはお米を傷つけずに炊き上げる新しい機能を持つ炊飯器を発表しましたあえてお米を踊らせないことでかまどで炊いたような粒立ちの良い炊き上がりになるということです 炊飯器の市場は新型コロナの影響でインバウンド需要がほぼ消滅したものの巣ごもりでワンランク高級なタイプへの買い替え需要が高く各社が開発を強化しています。